やっちゃう、不甲斐なし。<laughs> ね、いや亀吉さんはもういいそうです。<laughs> もうなんかあ亀吉だって思いました。まもたろう、まもたろうと亀吉の海岸道中ゴミばかり第4話4。はい。はい。あ,ありがとうございます。まもたろうと亀吉の 海岸道中ゴミばかり。第4話。最大のピンチ。どうなるお掃除道中。はい。前回までのあらすじ。本日もいい天気ですね。リーダーさんサブさん、地球はエンジョイされてますかふふふ。うん <laughs> 無意味なんて、そんなこと、絶対にないよマモタロウさん、リーダーさん、サブさん、ありがとうございます。皆様の一人一人のお気持ち、この亀吉は身に染みてよくわかります。リーダーさんのおっしゃる気持ちもわかります。ですが、言わせてください。皆さんは、間違っておりません。亀吉… 突撃バズスタインタビューはーい藤田です今回突撃させていただくのは俳優の悪沢奈々さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー悪沢さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが私とはある作品で共演をしてますよねまあでも、はい、こういうふうになんかフリーで お話をするの初めてに近いですよね、はい、そうですね,ね確かにちょっとドキドキしますはいなので一つよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあ、あのー、作品のことは後ほどねご紹介していきますので、はいえー、ちょっとね待っててください、はい、さあまずはあくざわさんのプロフィールを私の方から簡単にご紹介したいと思います,いますアメリカウィスコンシン州出身でいらっしゃると5歳まで過ごして帰国されて、はいえー、大学が早稲田大学の法学部を卒業されてはい、はいえー大 大学在学在中に劇団お盆楼を結成されて本格的に俳優活動を始められたということなんですね。はい、でまあその後もその後も一人芝居や朗読ミュージカルなど幅広く舞台での、ね、活動を行うとともにドラマや映画と活躍の場を広げているという。<laughs> すごいウィスコンシン州出身なんですね。ねどこだって感じですね。アメリカですよね。<laughs> <laughs> まあ書いてありますしね。え、はい、それはお、ね、のご家族とかお父さんお母さんとかのお仕事のそうですね。父の仕事の関係だったんですけれど、<ー>すっごい寒いとこです。あそうなんですね。はい、えどれぐらいまで気温差があるんですかウィスコンシン州。なんかちょっと具体的に忘れちゃったんですけど、はい、北海道より多分寒いぐらいのところで。 戻ってきた最初の冬、は私半袖でした。あ、日本の冬で。<laughs> 日本の冬で。すごい、あ、そんななんですね。そうなんです。ね、で戻ってこられて、うん、まああの劇団にね入られたということでもありますけど、うんうん、まあ今回、うん、あの紹介の前にも言いましたけど、実は、はい、アクザワさんと私、はい、FM 岡山の。 オーディオドラマ、うん、マモ太郎と亀吉の海岸道中ゴミばかりという作品で実は共演しているんですえ、まあ今回そんな縁からいろいろとねお話を聞かせてもらおうということで突撃インタビューやってまいりました、はい、え作品の紹介とかはねまた後ほどしますのでまずは、はい アクザさんについて、お話をね、はい、伺いたいと思います。あ,<ー>あの大学在学中に劇団おぼんろ、結成された、はい、おぼんろってどういう意味なんですか。<laughs> そうなんですよね。えっと、おぼろげとか、おぼろ。っていう、はいはい、まあ、日本、何かこう、美しい日本語をベースにしたいっていうのがあって。はい、で、<ー>そこにちょっと、おぼろだけだと、ちょっと。なんだろう、物足りない、硬いかなっていうのが、多分あって。はい、こう、ん?。って <laughs>、おぼ、ろ。<laughs> っていうのをこう、間に、うんを入れたという。えー、そう間に、うんっていうのを入れたっていう感じだったと思います。これ、あ,<ー>あの主催ともう一人俳優と三人で。はい、池袋の、あの西口公園で話し合いました。あ、そうなんですね。<laughs> え、阿久沢さんが俳優を目指したきっかけって何だったんですか。はいはい、そうです。なんかこの、ちょっとあまりこの作品でとか。 これを見てみたいなエピソードがまあ正直ないんですけどでも何かき何かけあったんじゃないですか原点みたいだなって自分で思うのは小学校の時に親友がいて毎日ごっこ遊びをしてたんですねそれがすごい楽しくてでその子が演劇クラブに入ったんですよで私はもう何でもその子についていくような子供だったので追いかけて入って したらすごい多分楽しかったんですよね。じゃあ結構幼い頃からそのちょっといろいろやったりはしてる。そうですね。部活動はそうですね。演劇やってました。はい。そうなんです。そうなんです。ちなみにあのこうまあいろんなね作品やってこられたと思うんですけれども、役柄こうすごく印象に残ってる役柄とか何かあります？作品とか。なんかあの。 割と多い役柄が、はい、結構あの幸の薄い役が多くてあんまりあくざさんそんなに幸薄そうにも見えないですけどねもう全然見えないですけどそれを売りにしていこうかなってそんなですか不幸になっちゃうな,なっちゃったりとかちょ,っとあの、まあ、ちょっと不倫じゃないですけど、はい、そういう役だったりみたいなな本妻ではないみたいな <laughs> ああ<れ>そう意外意外ですねか。裏表がありそうなとかなんかそうなん,なんかそういう、はい、何かがあるんですかね。<laughs> か演出家とかちょっと影が出てるんですかね,ね。なんか見てそう思ったりしてるんですかね <laughs> 面白いですね。うん、本当にね<え>。うん。 そう考えると FM 横浜のオーディオドラマ「桃、うんうん、太郎と亀吉の海岸道中ゴミばかり」の役はちょっと今までとはね違う役なのかなっていう感じもしますけどまあその辺はちょっとこのいと思います、はい、<laughs> さあ、えー、今回の「突撃バズスタインタビュー」俳優の阿久澤奈々さんにお話を伺っておりますがここからは私たちが共演する FM 横浜のオーディオドラマ「桃、うん、太郎と亀吉の海岸道中ゴミばかり」について ね、お話をしていきたいと思います。はい。まあどんなドラマでしょうか <laughs>。<laughs> <laughs> このアクザーさんに振るという。<laughs> どんなドラマ。そうですね。えっとですね、あの二人のあのまずキャラクターがすでにあるんですよね。はい、神奈川のあの海を守ろうというはい、はい、活動されてらっしゃるあの団体さんがいて、はい、であの可愛らしいカメとあとワンちゃんの犬のはい、はい、キャラクターがいるんですけど、その二人の 中を通して神奈川の海をきれいにしていこう守っていこうということをみんなに伝えていくドラマですね。はいドラマですゴミ拾い我々のまあそこで初めて私もね阿久澤さんとお会いして一緒にやることになりましたけど阿久澤さんが演じているのが「守太郎」という主人公5歳の。 男の子になるのかな。男の子はい。神奈川県の男の子です。ね。ちょっとワンちゃんをモチーフにしたキャラクターということですね。で、私がその守太郎をこうまあ導くというかね、ええまあなんだおめつけおめってきたかおじいちゃんおじおじいちゃんみたいな僕イメージなんですが亀吉っていう亀のねパートナーですね。はいパートナーそうですね。亀吉という役でお互い やっておりますなのでバズ・スタジオからではなくて本当に我々はそっちのオーディオドラマの方で始めたってやっているわけですねどうですか今までさっきこう「幸薄い」役が多いっておっしゃってましたけど。 全然そうなんですこれはもう元気いっぱいのまっすぐな男の子なので5歳の男の子の、ま、役とか声っていうのはやっったことってあります舞台で1回だけ男の子はあるんですけど、はい、でもそもそもこの声のお仕事っていうのがあまりほとんどあの数えるほどしかしたことがなくてそうなんですかそうなんですよ いやなのですごいめちゃくちゃ楽しいですし勉強になりますしんか普通にマイクの前で第1話の時見た時からすごい堂々と役に入ってる感じだったんでこういうそのラジオドラマとかアニメとかそういう声のお仕事すごくされてるのかなと思ったんですけどそうなんですよね。なんか 守太郎をやるときに気をつけてることとかあります、うん、そうですねまだ今もすごく難しくて今日もまだまだ、はいはい、悩んでるところなんですけどこう撮影あ収録のこう間が空いて、はい、またその同じキャラクターで登場するときに、うん、こう取り戻すような<ー>感覚が <laughs> 確かに我々一話一話の収録が1ヶ月以上空きますからね <laughs> こう意外と難しいなって思いました。 まあそうですね自分も亀吉の声がこれで合ってるかなとかちょっと思ったりはしますね完璧ですそんなことない亀吉だ帰ってきたって思います僕最初の時にマモ太郎の声もオーディションで出したんですよえ、そうなんですかでももう四十八のおっさんがなんか僕マモ太郎みたいなこと言ってもいやいやいやなんかすごい自分で撮ってて これは違うだろうって思ってミオカモのプ <laughs> ロデューサーの方に「いや違くないかな」っていう「亀の方がなんか自分しっくりくるんだけど」みたいな話を。 した記憶があります。はい。いやそれでもちょっと逆バージョンも聞きたいです。私。おんじ亀吉ですよ。亀吉。おばおばちゃん。おばあちゃんになるんですかね。そしたらこの年。初年。いやでも難しいですよね。すごくなんかやっぱり文章だけでこう声だけで演技するっていうね難しさありますよね。ねえ。なのでなんかそのやるときに気をつけてることとかあります？ そうですねなんかやっぱり声だけでひょそう今おっしゃったことなんですけど、はい、声で全部を表現しなきゃいけないっていうのが、うん、実際に自分が、えー、と収録されたものを聞いてみて、はい、やっぱりイメージとちょっとあれ違うなって思うところとかが結構あるんですよ。<ー>うん、だからやっっっぱ思ったよりもこう全部声で伝え切るっていうのが でもこれって結局なんか他のあの普段のお芝居にもつながるのかなって思ったりもしますああ今回の,じゃあそのオーディオドラマ通して自分の本当の演技の部分でもなんかちょっと活かせる感じ、うん、いや活かせますねこれは活かせますいいですね、はい、またパワーアップする阿久澤さんを見られるんじゃないかと思います <laughs> さあそして、うん、実はですね「実<は>バズスタジオ t u d i からまあ出演しているのは、ねうん、私だけではなくて、うん、なんですね 二人もいるんですけどこれも出てもらっちゃってもいいんですかねということでバズスタジオから出演しているの私だけではなくてこの二人も出演していますコセトミキマルイエーイ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 調子どうよ <laughs> 元気イエーイ全然調子良くないよね何なんですかアメリカのノリで行こうと思って <laughs> アメリカねそうアメリカサービスしてきたんでイエーイウィスコンシン州知ってます 知らないな。そこ <laughs> はもうノーサンゼルスしか知りません。いや今日初めましてなんで、ね。<laughs> 実はあの <laughs> この4人は先ほど、はい、この FM 岡山のねオーディオドラマ。うん

っていうことになりましてえ <laughs>、うんはい、2人の役どころなんですか？はい、我々は惑星パピプというところがですね。海にあるえー、こう、壮大なまあ、不思議なエネルギーを求めにやってきた宇宙人の設定でございます。うん、宇宙人のリーダーの構成と。 サブの三木まるですまあ悪役ですよねそうだねまあでもねあのもう今は改心して仲にも出てきた時は良かったんですよ最初そのプロデューサーさんからお話いただいた時に悪役やってくんないって言われてそうなんですよ逆にあのあくざわさんと逆で私結構あのいい役って言うんですか悪役とかっていうと真逆の方を言われることが多かったんで いいのかなって思います。<laughs> 新たな自分の一面を、ね、お互い逆を、ね,、はい、ね,ねでもこう二人も入ってまあ宇宙人なんでちょっと、はい、声なんかま加工してね。そうなんですあの <laughs> だから僕は収録ではまあちょっと声作りながらやってるのは、うん、結局その配信ではさらにそこにこうエフェクトがかかっててね <laughs> で,でなんかこう宇宙人のなんか。 いわゆる宇宙人なんですよねそのモチーフがタコの形をしただからこうヌ<ー>チョヌ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 チュみたいな<ー>五感音もバックで流れてるみたいな <laughs> 結構関係各所から全然違ったねって <laughs> <laughs> 確かに僕もがっつり加工されてると思っ初めて聞いた時に今日も聞けてすごく貴重でした本当に加工前の声を聞あそっかそっかそっかそうだそうなんですでもんかその元の2人の声はなんか残ってる感じはしたあって聞いたら加工はされてるけど意外になんかね ら、ちょ、宇宙人になってやってるなって、えー。本当<の>、本当。思いました。最初、その悪役の宇宙人って言われたんで、これちょっと、こう、ラスボス感じゃないですけど。<ー>ふうふう私が宇宙人なみたいな、<ー>ちょっと低音ボイスでいこうと思ったら、<ー>違うです。うん、雑魚キャラなんです、ね。雑魚 <laughs> <laughs> とと言わてれな僕がもう「いや俺が宇宙人だ!」みたいなこういう感じに最終的になったという確かにでも宇宙人っぽいすごくありがとうございます今日スタッフが「大丈夫加工するんで大丈夫それ言って言ってそれ言っちゃうの <laughs> <laughs> はいということで、はいろいろね盛り上がりましたけれども、はいえー、最後に、はいえー、アクザーさんからバズスタジオそして FM 横浜のリスナーの皆さんへちょっとメッセージもお願いいたしますはい、えー、バズスタジオそして FM 横浜お聞きの皆さんありがとうございますこちらこそ <laughs> はいありがとうございます,いますはいあのこの作品はですねえっと一応あの小さい子も楽しめるような内容にはなってるんですけど。はい 意外と私大人の方が聞いてもすごく内容も楽しいしあと勉強になることもたくさんあるので本当にあの方に聞いいてほしですそして今第3話まで公開中なんですね。はいということですので今今日この収録の時に第4話話ですねも出てくると思いますのでぜひ楽しみにしててください。今回ちょっと大きな 四話は展開になってますからさ、何でこんなことになったんだろうみたいな,など、<笑><笑>平和な物語のはずだったどうなっちゃうのみた <laughs>、はいな <laughs>、はい、はい、ぜひ楽しみにね聞いていただければと思います。<laughs> はい FM 横浜のホームページ、ポッドキャストから聞くことができますのでぜひ聞いてみてください、アーカイブというか1話から最新版まで出てますのでよろししくお願いいたますそして、このインタビューコーナーも各種、ポッドキャストで配信されていますなので今回、この放送されているやつの配信されますのでお腹の音は大丈夫です。か 別でちょっとあのサンプリングしといた方がいいよね。ね、だからね、鳴らそうと思うと鳴らないんだよね。まあそれは難しい。うん。なる。インタビューコーナーもね、あのポッドキャストで遡ってアーカイブで聞くこともできますので、ぜひチェックしてみてください。そして動画も今撮ってますので、こちらで。はい。ちょっと。あ、前もちらまりますんで。はい。 えー、これも編集されて、うん、FM ヨカモの公式ユ、えーチューフ M ヨカモの公式 YouTube チャンネルに後日アップされますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします,いしますはい、はい、ということで改めまして今回お話をね聞かせていただきました俳優の阿久沢奈々さんでした阿久沢さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。